エウセビオ・サクリスタン・メナは、スペイン・カスティーリア・イレオン州、ラ・セカ出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。ラ・リーガ通算出場では、歴代4位となる543試合に出場した。FC ・バルセロナ在籍時、チームは、エルドリームチームと言われており、そのチームの主力の一人として活躍した。 バリアドリード在籍時、チームメイトだった上昇時に、チームに溶け込むためにもっとバカになれとアドバイスをした。その翌日にシロはスペイン語で、オカマと叫びながら練習場に入り、チームメイトが爆笑して、コミュニケーションが取れるようになったとバルサ t v にて、語っている。2011年、ルイス・エンリケの AS ローマ監督就任に伴い、FC バルセロナの下部組織 FC、 バルセロナ B の監督に就任した。13から14シーズンはセグンダディビジオンで3位に入るなど安定した結果を残していたものの、14から15シーズンはシーズン中盤から降格権に低迷。2015年2月9日に解任が発表された。2015年11月9日にデイビッド・モイーズの公認としているあるソシエダの監督に就任した。 2018年6月7日、ジロー FC の監督に就任した。ありがとうございます。